はい、どうも刈谷です。ベルンのリベンジやっていきたいと思います。前回は単発で50回以上、引いていったんですけども、裏交流集シリーズが、1体新規で出たのと、社が2体出たぐらいしか、成果は得られませんでした。で、まあ前回がその単発攻めだったんで、今回は9連も攻めようかなと思っております。いけないと思うけどね。で、まあ、前回も言ったけど、まあリリンとかマックスエルほど今回は攻めません。ちょっと期待していただいてる方にはすげえ申し訳ないんだけど、ちょっとまあいろいろね、買いたいものもあるから、ちょっとお金はねちょっと保留しときたいんで、今回の課金で、ベルン攻めるのは終了したいと思います。これ遠回しにちょっと運営さんに煽ってる感じで俺もこれで引くのやめるよっていう煽りでいきたいと思いますじゃあ運営も、あ、そっか、じゃあカリエさんの端末に出そうか。はい、引きまーす。はい、9連。まあ一発目はまず9、まあ赤になるんだね、すごいね。まあ7枚以上は確定だ。うん、あと1個虹だな。まあこれで出てくれたらすごい嬉しいんだけどね。どうでしょう。まあ新規、あ、これが出たんだよ。ファブラが前回出たからさ、もう1体出たんか。ヤシロも出たわあら、まあそうなっちゃうな。でもやっぱ9連いいな9連出るね、なんかいろいろと。もう1回いこうかな。はい、赤になるね、すごいな。連続で赤になるもんなんだ。あ、まあまあ7枚か。あー、メーテも前回出たんだよな。ことごとく新シリーズかぶしていくねなんだ、あ、この動画すぐ終わるぞじゃあこれ9連最後にしようかな。あと単発攻めで行ったりもしたいし。あー、まあ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 5枚。荒ぶってる。よいしょ。どうしよう。あー、しまった。9連もう一回行こうかな。やっぱ9連あと2回行って、あと単発で攻めようよ。ね。OK、そうしよう。9連。やっぱり9連はいいね。単発もよく、単発もいいとこあるけどね。9連は9連でやっぱ、ちょっと待って、少なくなってるね。ゼックス、アレス、ライキッド。ダメだな。二次率が多くなってきた。もう一回ラスト9連いきますね。いいよ。ほい、よし、これで、これで出ろよ。これで出ないと、もう単発で奇跡起こすかしか、ミラクルしかなくなるんだよ。わあ、マジか。はあ、出ないっぽいね。単発真ん中。前のリリンの時もこういう感じの流れで単発引きをしたんだけどね。出るか、出ないよね。あと3回でございます。左、いやー、あと2回。うわー、何も結果出へんのかこの動画では。上、もう頼むぞ。ほい、あー、時はこれが最後です。これ最後ですよ。最後に真ん中。うわー、ダメだ。ダメか、残念。いや、攻めたいけどね、これ以上はちょっときついな。
あー負けた。今回ちょっと本当にこれ以上はできない。諦めます。ダメだよ。もうワトソンが表紙にいるとダメなんだきっとこれ。ワトソンも引けねえしな。ワトソン今回通常確率だよね。ダメだ。はい、ちょっとごめんなさい。衝動がやばいけど、これで一回諦めます。またちょっとね、まあ何回かこういうのをね、いろんなスクラッチの時にも多分出てくるだろうし、まあチャンスはいくらでもあるからね。その時また狙っていきたいと思います。リベンジならずでした。ご視聴ありがとうございました。ごめんなさい、これ以上引けないです。バイバイ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだな方はですね、ぜひとも、こちらのチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あとツイッターもやってますのでね、動画の告知だとかくだらないことをツイートしたりだとかもするツイッターもやってますので、もし気になった方はですね、動画の概要欄にツイッターのリンク貼っておりますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。あと、別のチャンネルでですね、いろんなゲーム実況しているチャンネルがございます。そちらも、概要欄のリンクにあるんですけども、もし気になったらですね、そちらのチャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。ではでは、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。